皆さん、こんにちは。古賀正樹です。お久しぶりでございます。今回はですね、お知らせということで、この動画作っているんですけれども、この度、登録者数が5万人に達成いたしました。はい。4万人に達成したのが、去年のね、8月だったということで、そこからですね、だいたい8ヶ月ぐらいですか。それまでに比べてはちょっとね、遅めのペースで1万人さらに増えたんですけれども、めでたく5万人もいったということで、そろそろ10万人もね、見えてくるっていうような感じで、順調にね、チャンネルが成長してきて嬉しいところです。はい。しばらくね、ちょっと動画の方を、あまり上げられていない状況だったわけですけれども、そんな中でね、たくさん見てくれる人、新しくチャンネル登録してくれる人が増えてきてるっていうのは、非常にね、嬉しいです。という、ちょっとめでたいニュースなんですけれども、少しね、悲しいお知らせっていうのを、しなくちゃいけなくって、しばらく動画上げてこれなかったわけですけれどもね、ここから先ももう少しだけこういうふうに動画が上がらない時期っていうのがね、続くかなというふうに思います。というのも私自身は修士課程をね、3年目を今やることにしたわけですけれども、今年度末こそ修士論文書いてね、修士課程を卒業したいなというふうに思っておりまして、そのためのね、要は研究が必要ですので、ちょっとじっくりね、研究をする期間というのをここで一度ね、設けさせていただきたいなというふうに思っています。別に YouTube もね、投稿しようと思えばできるんだろうけれども、ある意味、けじめとして、ちょっとね、どっちも中途半端になるのは良くないかなというふうに思いますので、しばらく YouTube のね、更新は、少し控えるという中で、自分の中でね、心に決めているので、今年度末までは、少しね、こういうふうに動画が上がらない時期が続くかなというふうに思います。とはいっても、全く上がらないというのも、それはそれでね、皆さんにとっては、悲しいことだと思いますので、僕自身も研究の息抜きとかでね、少ない本数にはなってしまいますが、そういう息抜きレベルで、動画を出したり、あるいはね、時々生放送をやってね、雑談ライブっていうのを今までやってきたわけですけど、そういうのも少ないかもしれませんが、思い出した頃に、やっていきたいなというふうに思います。ということで、せっかく5万人登録いただいたわけなんですけれども、ちょっとね、ここで登録解除をせずに、僕のことを待っていただけたら嬉しいです。というのもですね、おそらくこの夏、数ヶ月後になると思うんですけど、一つ嬉しい報告ができると思いますので、ひとまずそれをね、待っていただけたらなというふうに思います。はい。ということで、今回は5万人登録と、それに合わせたお知らせということで、お伝えさせていただきました。今後ともこのチャンネルね、何卒よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまた次お会いしましょう。バイバイ。